はい、今回はあのお料理研究家のね、お料理お兄さんのあのリュウジさんという方がいるんですけど、あのジャガーリコを考案した有名な方です。ツイッターなんかでめちゃめちゃ人気の方ですね。その人がね、また最近考案したスープがめちゃめちゃ簡単で美味しいそうなので、早速作ってみました。チーズメルトオニオンスープというらしいです。こんな感じで見た目のね、インパクトがえげつないチーズバクタンみたいなスープです。こちらあの電子レンジでね、簡単に作れてしまうので誰でも作れると思います。材料とか調味料も少なくてめちゃめちゃ作りやすかったです。それでは私も作ってみましたのでご覧ください。それでは作ってみたいと思います。まず材料の紹介からさせていただきます。今回使う材料はね、玉ねぎが1つ、こちらは皮をむいて天地を切っておいてください。あとね、コンソメの素がね、小さじ1杯半、お水が 180cc、 スライスチーズ2枚、今回はとろけるバージョンを使いたいと思います。あとチューブのおろしニンニクが少々必要です。あとね、耐熱用のお皿を用意してください。これで簡単に電子レンジだけで美味しい玉ねぎスープができるそうなので挑戦してみたいと思います。それでは作ってみたいと思います。まずはね、あのリュウジさんはね、玉ねぎをラップでぐるぐる巻きにして電子レンジで加熱していたんですけど、まあちょっとそれだと取り出すのも大変やし食べにくそうなんで、私はこちらの玉ねぎのね、ヘタがある方からね、半分ぐらいこう十字に切り込みを入れてください。こうすることでね、加熱もしやすくなりますし火も通りやすいんで、あとこちらのね、切り込みを下の部分に向けて器ごとラップをして電子レンジで加熱していきたいと思います。これでとりあえず準備完了です。はい、電子レンジで600ワットで6分間加熱していきます。一応ね、玉ねぎをね、器に入れていくことで、あの玉ねぎから出た美味しいね、玉ねぎの旨味を引き出したね、あの水分が出てくると思うので、そちらもしっかり利用していきたいと思います。はい、6分間加熱しました。玉ねぎも結構柔らかくなっています。はい、ここからね、さらにお水を 180cc 加えてコンソメの素ですね、こちらを加えていきます。あとおろしニンニクも少し入れてください。まあちょっと1センチぐらい入れときたいと思います。ここからさらに電子レンジで2分間また加熱していきます。はい、また電子レンジ600ワットでね、2分間加熱していきます。はい、2分間加熱しました。このね、2分間加熱っていうのはね、先ほど加えたあのコンソメの素とかニンニクをお水とまあ一体化させるために、味をなじませるために加熱しています。あと仕上げはこちら、とろけるチーズ、まあスライスチーズを上に乗せて、あと電子レンジで30秒ほど加熱して、こちらのチーズを溶かしたら完成です。こんな感じで上に乗せてさらに30秒加熱してください。はい、電子レンジで加熱してチーズを溶かしたら、あとはお好みでね、上にブラックペッパーとかパセリとか、そうですね、バジルなんかを振りかけてもいいと思います。そうすることで完成です。なんかもう見た目がね、チーズ爆弾みたいなドーム状でめちゃめちゃインパクトありますね。さすがリュウジさんです。それでは食べていきたいと思います。それでは早速試食していきたいと思います。
もう玉ねぎはね、柔らかくなってるのでお箸で簡単に切れますね。こんな感じです。もうチーズもとろけるチーズを使ったんで伸びちゃいます。こんな感じです。めちゃめちゃ美味しそうです。お、電子レンジで作ったとは思えないぐらいね、玉ねぎの甘みと旨みが出ていて、まあ少しニンニクがついた美味しいオニオンスープができてますね。これは簡単に作れるんでありだと思います。皆さんも簡単なんでよかったらぜひ試してみてください。あとね、リュウジさんのねツイッターフォローしとくとね、結構面白い料理を発信していますので、料理好きな方はおすすめですよ。私ももちろんフォローしています。一応今回はね、リュウジさん考案のチーズメルトオニオンスープを作ってみました。ありがとうございました。